こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩司です。司会の小泉真帆です。今日のテーマはこちらです。更地にして大丈夫、駐車場にしたら固定資産税6倍の嘘、はい、ありがとうございます。よくですね、こう駐車場にしたら固定資産税が6倍になるみたいなですね、だからアパートにしてた方がいいんじゃないかみたいなですね、まあ、そういったような、質問を受けるわけですけれども、これ実際聞いたことあります？駐車場にしたら固定資産税が6倍になるみたいな。初めてですか、はい、初めてですね。なのでこれよく本当にネットとかでも言われるんですよね、はい、これが本当なのかっていうところをですね、はい、ちょっと検証していきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。アジェンダですね、まずですね、住宅用地の特例というのがですね、固定資産税にはありますよということです。それから2番目、負担調整措置というものがありますよということですね。3番目、本当に6倍になるかを検証していきましょうということですね。で4番目でまとめという流れでいきたいと思います。で、今日ですね、お伝えしたい内容ですね、固定資産税の仕組みを理解して営業トークに騙されないということですね。よくですね、このままさら地にしちゃうと固定資産税6倍になっちゃうから、ね、アパートを建てた方がいいですよみたいなですね、6倍になっちゃいますよ、まあ、そういった嘘にですね、騙されないようにしてくださいよということになってきます。ではですね、住宅用地の特例というところですね。これ一体何なのかということなんですけども、土地をですね、住宅用として利用していれば評価額を下げてくれますよというですね、特例があるんです。これ、何かというとですね、この住宅用地とものなんですけども、まあ、住んでいればいいよと、住む用の家が建っていればいいよということですね。で住む人は名義人でなくてもいいです、つまり賃貸アパートでもこれ住宅用として、認められますよということです、まあ、その建物が建っていればいいですよということですね、まあ、言ってみれば空き家であったとしてもですね、住宅用の建物が建っていれば、受けられますよということになってきます。でそれからですね、土地の名義人と建物の名義人が異なっててもこれいいんですよ。例えば、土地は自分、建物は、息子さんの建物、でそれが住宅用であってもですね、この特例は受けられますよということになります。どれぐらいですね、評価額が下がるかということなんですけども、これ小規模住宅用と、一般住宅用というもので、分かれてます。これ面積が違うんですね。住宅の敷地で、住戸1戸につきですね、200平米までの部分について固定資産税の価格にですね、6分の1してくれます。都市計画税は3分の1してくれますよというものになっています。で一般住宅用地というのは、この200平米を超えてですね、200平米を超えて、家具の床面積の10倍までの分、に関して固定資産税は価格の3分の1してくれますよ、都市計画税は価格の3分の2してくれますよということなんですね。ちょっと例を、挙げて、見ていきたいと思います。例えば、この土地ですね、固定資産税価格で6000万円だったとするとですね、この固定資産税の計算するにあたっては6分の1してくれます。これ180平米にしてますので、これ200平米以内ですね、以内なので6分の1してくれます。都市計画税に関しては3分の1してくれますよということになるわけです、まあ、つまりですね、この6分の1というのがポイントなわけですね。つまり、この住宅のカーブが立っているから6分の1してくれますよと、これがなくなっちゃったら、取り壊して駐車場にしてしまうんだったら、この6分の1がなくなっちゃうじゃないかと、だから6倍になるんでしょというような、ことになるわけですよ。大丈夫ですかね。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあですね、本当にそうなのかということなんですけども、じゃあ、ですね、今度は取り壊して駐車場にした場合、駐車場にするとこう住宅用地じゃないんですよ。住宅用地じゃなくて何というふうに呼ぶかというと、非住宅用地というふうに呼んでいきます。非住宅用地ですね、住宅以外の敷地なんですけども、これは宇都宮市のホームページからちょっと引っ張ってきたんですけども、その場合にどういうふうに評価するんですかっていうのはちょっと図になっていきます。で注目してもらいたいのはですね、ここなんですよ。評価額の 70% に引き下げって書いてあるんですよ、ね、引き下げに書いてある。そもそもですよ、住宅用地じゃない場合、非住宅用地って言うんですけども、その場合でも 70% に引き下げてくれるんだという話なんですね。つまりこう税金をですね、抑える措置がされているんだということなんですよ。 70% に引き下げてくれますよということ、丸々に対してですね、課税されないという意味なんです。でそうするとどうなるかっていうと、ちょっとこの評価の比較というところですね、見ていきたいと思います。
固定資産税に関しては、ね、200平米以下の部分ですね、この住宅用地になると6分の1に引き下げてくれますよと。例えば100だとしたらですよ、評価100だとしたら6分の1にしてくれますので 16.6 ですよね。6分の1、16.6 になりますよと。都市計画税に関してはどうなるかというと3分の1ですからと、100だったものが 33.3 になりますよということですよね。じゃあ駐車場、ね、駐車場とか非住宅用地ですよ。非住宅用地の場合はどうなるかというと、これ、固定資産税も都市計画税も一緒なんですけども 70% に引き下げられますよということですから、100だったものが70になるわけですよ。でそうするとですよ、これあれあれ、ね、6倍じゃないですよね。まあ、これももともと3分の1ですから、まあ、6倍じゃないんですけども、6倍じゃないですよね。これ70ですからね。100と比べるんだったら6倍だけどっていう話ですよね。さらに東京23区、東京23区というとですね、地価が高いわけですよ。地価が高いので、そこに対して固定資産税がかかるというとものすごい負担になってしまうわけですよ、ね、でなので東京23区についてはさらにですよ、さらに条例によってですね、この特例の措置がされてますよってことですね、ちょっとここにですね、こう引っ張ってこう書いてあるんですけども、もともと原則は 70% にですね、 70% に引き下げてくれるんだけれども、東京23区の場合はさらにですね 65% にしてくれますよということなんですよ。この年度かける ×65% って書いてありますよね。 65% にしてくれますよということだから、さらに引き下げてくれるということになってるんですよ。しかもですよ、しかもここにちっちゃく書いてあるんですけども、小規模非住宅用地の減免の軽減制度もありますよっていう、わざわざ書いてあるんですね。これ何だか分かんないですね。この小規模非住宅用地の減免、これ何かというと、これも、23区ですね、東京23区の場合なんですけども、東京23区内にですね、非住宅用地、まあ、商業ビルとか店舗の敷地、それから駐車場を所有している場合の特例措置というのがあってですね、これ何かというと、まあ、一定の要件を満たす非住宅用地に対してですね、固定資産税及び都市計画税の税額の2割を減免してくれますよと。出した税額を2割引きしてくれますよということなんですよ。でこれは令和3年度も実施しますよというふうに、これホームページ。ちなみに要件ってどんなものかというとですね、これですね、400平米以下ですね、まあ、小規模って言ってますから400平米以下のものですよということですね。それから所有者の要件というのがあって、まあ、個人とかですね、あとは中小企業ですね、中小企業さんっていうのを対象としてますよと。資本金が1億円以下の法人ですよということになってます。大家さんは大体これ当てはまるんじゃないかなというふうに思ってますので、なので400平米以下であればですね、さらに減額してくれますよということになるわけです。で書いてあります。じゃあ実際にですね、本当に6倍なのかっていうのをちょっと数字を持ってですね検証していきたいと思います。例えばですね、固定資産税額、土地の評価で1億円ありますよというようなものをちょっと想定していきたいと思います。でもしですよ、住宅用地ですね、住宅用地で、なっていれば どのような評価されるかというとですね、まあ、この1億円ですねに6分の1してくるわけですね。6分の1して、で固定資産税は 1.4% ですから 1.4% かけた 23.3 万円です。で都市計画税に関しては3分の1してくるわけですね。3分の1してくれて、都市計画税に関しては税率は 0.3% です。なので、まあ、10万円ということですね。と合わせて 33.3 万円。これが固定資産税の金額になりますよということになるわけです。確かに住宅用地だと、評価下がってですね、これぐらいの、税金になるということなんです。で、それに対して非住宅用地になるとどうなるかっていうとですね、この6分の1はないんですけれども、ないんですけども、この負担調整措置というもので、70% まで引き下げてくれますよということなので、これかける 0.7 してますね。で固定資産税 1.4% 計算すると98万円。都市計画税についてはこの1億円に対してもこの 0.7 してくれます。で 0.3% かけて21万円で合わせて合計すると119万円ということになるわけです。じゃあ23区の場合ですね、23区の場合はさらにどうなるかと、23区の場合はこの 0.7 が、ね、0.65 になりますよと、ね、65% に引き下げてくれますよということなので 0.65 ということですね。でさらに税額を2割引きしてくれますよということなので、かける 0.8 をしてみますね。
2割引ですから。でそうすると固定資産税に関しては 72.8 万円。都市計画税に関しては、これも 0.65 して。でさらに2割引ですから 0.8 して15.6 万円。と合計すると88.4万円ということですね。でそうすると、これですね、もともと 33.3 万円のもの。これが、サーチにしてどうなるかというと、まあ、普通だとですね、普通でもこれ 3.57 倍なんですよ。で東京都の場合で見ていくと、これはさらに減額されますので、2.65 倍。全然6倍じゃないですよね。6倍じゃないにもかかわらず、6倍だっていうふうに言われてるというところなんですよ。ね、これはちゃんとこう、ね、計算してみないと、わからないということですね、はい、ということで最後まとめていきたいと思います。固定資産税6倍というのはもう嘘です、ね、嘘なんだと、ね、6倍以上なくなるというのは本当なんですけども、6倍になるというのは嘘ですよということですね。というのも非住宅用地にも軽減措置というのがありますよということですね。ただしちょっと気をつけていただきたいのが、この非住宅用地の軽減措置ですね、これはいつまで続くかは不確定ですよというところだけですね、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。この負担調整率 70% に引き下げてくれますよというのも、これもですね、いつまで続くかはちょっとわからないですよということになりますので、そこだけちょっと注意をしていただければと思います。はい、ということでいかがでしたか。はい、ちょっと難しいところもあったんですけれども、この6倍というのは嘘ということが知ることができて、はい、よかったと思っております。ありがとうございます。はい、ちょっと難しい話かもしれないですけども、ぜひですね、この6倍じゃないよというところだけ押さえてもらえればと思います。はい、ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。